どうも、ボク監督と申します。本日もウーニングレブン2018マイクラブ実況プレイ始めていきたいと思います。さて、本日11月13日、星5のね、北中米南米のスカウトが、ログインボーナスでもらえます。はい、ということで、いただいておきましょう。はい、マイクラブキャンペーン。さて、それではね、そのスカウトを使った、金玉の選手ですね。その選手の組み合わせ、やっていきたいと思います。今日はね、ディフェンシブな選手、守備的な選手をね、紹介させていただきたいと思います。それではいきましょう。まずですね、おすすめの選手ですね。その前にですね、まずこの、間違えた今手に入れたこれですね、北中米南米、これの使い方ですね。これを使う際の星4選手の獲得は、スカウトオークション、オークションにしろね、普通にね、オークションなしで取るにしろ、片一方の方を星3にします。片一方というか、3つのうちの1つを星3、そして1つを星4、それでね、金玉の選手が獲得、金玉以下の選手ですねが獲得できますんでね。まずその組み合わせ1人いきたいと思います。在籍クラブ、ちなみにオークションを使う際のね、確定の 100% 確定ですね、これは。星4、ポジションですね。ちなみに待ってください。はい、ライトサイドはこれでダニエル・アウベスが、獲得できます。このパリ・サンジェルマンが、オークションが必須になってきます。はい、こんな感じですね。はい、ウェファベストイレブンにね、2017年のかな、選ばれるなので、ね、結構まだね、一線級で活躍している選手です。はい、フリーキックの際にね、カバーニのフリーキック、ネイマールにねボールを渡したとされますけどね。はい、そんなことはさておき、あとはですね、キック力、もしくはここをね、間違えた、キック力、星、あ、間違えた、星3じゃ取れないわ、星4、能力、キック力、これでも 100% 確定です。はい、あとはですね、もしもオークションを使わない際の、場合なんですけれども、ここをパリ・サンジェルマン、所属クラブ、これを、所属リーグフランスですね。はい、そして、ここをライトサイドバックですね、ポジションライトサイドバック、もちろんね、星5でもね、キニカ取れるんですけどね。はい、これで一応ね、50%、2分の1まで絞ることができます。はい、ダニエル・アウベスか、ラファエルという選手ですね。はい、これが、オークションを使わない場合の、最高の組み合わせです。こっちがね、一応、おすすめっちゃおすすめですね。そして次いきたいと思います。一番上はもう確定にしときましょうか。星3でいこうか。まずは、そうですね、星3。まずはオークションを使う場合の 100% の、組み合わせいきたいと思います。プレミアリーグ、チェルシー、そしてセンターバック。最近ね、この選手ね、誰だったっけ、コンテからね、ちょっと干されたりしてるみたいなんですけれどもね。ダビド・ルイス選手です。僕もね、この選手はね、2017の時に、取って結構重宝しましたね。なんかいいんですよね、この選手。ダビド・ルイス、こんな感じですね。100% の組み合わせ、北中米、南米、チェルシー、センターバック、もしくはこのセンターバックのところをディフェンスセンス、ボールダッシュ、これに変えてもね、100% にすることができます。もしも、このオークションを使わない場合、ちなみにこのチェルシーなんですけれども、僕はね、紙データ入れてますんで、チェルシーになってますが、紙データ入れてない方はロンドン FC ですね。はい、ここをね、オークション使わない場合は、星3、所属リーグ、イングランド、そしてセンターバックのところ、ここをね、フライパス、
はい、これで2人に絞ることができます。ダビド・ルイスの組み合わせです。はい、それでは次の組み合わせです。この選手はですね、オークションを使わないと、ちょっと難しいかなっていう選手なんですけれども、まず北中米南米の星5、そして星3ですね。ちなみに星3のね、まあ、スカウトであってもね、ちょっとねこの星5の、まあ、スカウトをもらった、まあ、近辺ではねちょっと高騰するかもしれないですね。ちょっと時間を置いてから取った方がいいとは思います。はい、今取っちゃうとちょっと値段がね跳ね上がってる可能性があるんでね、気をつけてください。はい、北中米南米アトレティコマドリー、そしてラスト星4の、能力ですね、センターバック、あ違う、ごめんセンターバックじゃないわ、ジャンプあったわ、はい、ありました、ホセマリア姫です。この選手が、確定します。はい、先ほどにも言いましたが、オークション使わずにはちょっと厳しいかなっていう選手です。ところがね、まあ、この選手ね、まあ総合値84で、現在年齢が22歳で、ですね、僕これ調べました。上限レベル58なんですけれども、これがもしねレベル58まで、上がったとしたらね、マックス総合値が90まで上がります。はい、90まで上がるということで、僕ねこの選手ね結構おすすめなんじゃないかなと思ってます。はい、僕はちなみにこの選手を、この星5の北中米南米で取ろうと思ってるんですけどね。はい、なかなかええんちゃうかなって、コンディション安定度がね微妙なんですけどね。もしくはここ、ジャンプのところですね、センターバック、ポジションセンターバック、はい、これでもまあ確定することができます。はい、僕のおすすめの選手です。まあ、使ったことないので何とも言えませんがね。はい、次ラストいきたいと思います。ここね、北中米南米、そしてまずね、まあ、オークション使う際の組み合わせ、ポジション在籍クラブフランス、あとねもしくはねさっきのねヒメネス、もしくは僕この選手がいいかなと思ってます。モナコ、モナコどこ行った、モナコ過ぎた、もう過ぎてるやん。はい、モナコ、はい、そして中盤のディフェンシブミッドフィルダーですね。あとは DMF、 これは、オークションいらないやつです。 DMF、 はいよ、これでファビーニョが確定します。2017の時はね登録ポジション右サイドバックだったんですけどね、今回はアンカーとしてまあ出てきてるみたいですけれどもね、まあ、非常にね使い勝手がいいんじゃないかなと。はい、まあ、ピンポイントクロスも持ってますしね、できたら右サイドバックで僕は使いたいかなというような感じなんですけれども、まあ、ディフェンシブミッドフィルダーでもいいかな、使ったことないですからね。はい、もしくはですね、ここディフェンシブミッドフィルダー、モナコのところここをね、まあ、星さんシャペウスキル、シャペウ、はい、これでも確定します。こっちの方がちょっとおすすめじゃないかなとも思うんですけれどもね。はい、もしもオークションを使わない場合、ここねオークション使わない場合は最高がこれですね、所属リーグフランス。はい、これでまあね3人に絞ることができるんで、まあ、これでも結構ねリーグフランスってそこまで僕使わないんでね、この組み合わせがやっぱりいいんじゃないかなとも思うんですけどもね、まあ、オークション使わずいけるんで、安く仕入れたいんならこっちかなと、はい、思います。ということでね、以上今日はね4選手の、スカウトの組み合わせをご紹介していきました。明日はね攻撃的な選手をねちょっと紹介していきたいなと思いますので、また明日も見てください。はい、ということでね今日もねちょっと試合の動画載せれなかったんですけれども、最後までご視聴ありがとうございました。